おはようございます。今時刻は6時過ぎぐらい。今日ちょっと竹雄の、練習が始まってからの、こんな生活してるよっていうのを、ちょっと改めてまた動画にしたいなと思ったんで、今日の生活を、1日ちょっと撮っていきたいと思います。練習は今日は4時過ぎとかぐらいからなんですけど、朝ちょっと早くジム行って、筋トレでもしたいなと思います。じゃあまた行ってきます。ジムに来ました。ちょっと朝早いんで、なんか掃除してます。あと若手も来てます。ちょっとやっていきたいと思います。ジムトレ終了です。終わったんで、今からプロテイン飲んで帰ります。急遽、朝ごはんをマネージャーのと、新しい選手たちと一緒に食べることになりました。お昼ご飯食べに来ました。ちょっとあんま腹減ってないんでね、今日はごぼう、おかゆ食べます。一応鶏肉入ってるんで、ちょっとですけどタンパク質取れます。
はい、ということで、今練習終わって帰ってきました。今日は、なんか風船カップ、まあローカル選手だけの、地方大会が武雄のチームとどこだったかな、まあ、どっかのチームがやってて、まあ、武雄のチーム負けちゃったんですけど、まあ、それちょっとさっき見て、で終わった後にアカデミーの選手たちと、まあ、制限ありの試合をやって、まあ、自分は、45分なのかなあれ、まあ、一応で全部出て、まあ、普通にやったっていうような感じですね。まあ、今日も、まあ、結構疲れて、今日時間遅いんで、まあ、ちょっとサクッと飯食って、まあ、ちょっと自分の時間を過ごして、でも最後はもうすぐ寝ようかなと思います。明日ちょっと練習の時間まだ分かんないんで、まあ、朝ちょっと自主練するか分かんないんですけど、まあその辺もまたおいおいいろいろ動画で、話せたらいいなと思います。じゃあまたシャワー浴びてきます。今日の夕飯です。あと米、ちょっと普段こういうの食わないんですけど、ハンバーガー1ドルかなあったんで、ちょっと試しに買ってみたいと思います。じゃあさっき買ってきたハンバーガーちょっと開封してみます。うわー、めっちゃ壊れる。ちょっと中止で、やばい、虫はいちゃうよ。明日洗わなきゃ。はい、気を取り直していきましょう。こんな感じ。意外となんかちゃんとハンバーグ、肉がパテじゃなくて薄い肉ですね。食べてみます。ということでね、今日はもう寝ようと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、こんな感じで武雄で毎日生活してます。おやすみなさい。